はい、というわけで、皆さんこんにちは、こちらにと言います。お願いします。本日はですね、雑談動画となっています。土曜日はね、特にこう大きなことがない限り何もね更新はないってことで雑談動画にはなっているんですけども、まあ、タイトルとサムネにある通り、19連勝で止まりました。はい、っていう動画です。はい、本当は21ってやったやっと20連勝いったやったねっていう動画を撮りたかったんですけども、最後にあと15センチ足りずに負けました。はい、ちょっと動画は撮れてはなかったんですけど、マジでやらかしたね。あれはやらかした。まあでもね、19連勝ってことで一応記録的には最高連勝数も、もともと12連勝ぐらいがマックスだったんで、僕はね19まで伸ばすことができました。いやー、20行きたかったな。確かこれ20でさ、プレイ記録にこれ乗るでしょ。これか。こう、初20連勝があったんで。いや、取りたかったね。マジでこれめっちゃ取りたかったんですけども、まあ、僕は残念ながら19連勝で終わりましたということでございます。はい。っていう動画だけなんですけど、それ以外特に何もないんで、まあ適当に雑談でもしようかなという感じなんですけど、皆さんは、何連勝までしたことありますか？コメント欄にぜひ教えてください。教えてください。はい。いやー、いけそうやったな。いやー、なんかね、何回絶好調だったの？絶好調っていうか、大体向こうミスってくれるんですよね。大体向こうミスって、もう途中でやめますみたいなのがめっちゃ多くて、ただこの十何連勝の圧が強くてね、12、3連勝ぐらい目から、基本的にこの連勝数の圧で、毎回相手ミスるんですよ。で、大体途中でもうリタイアしてはるんですよ。だからポイントは大したもう増えなくて。こっちがこう、バーディーとかバーディー報酬とかがもらえないから、全然ポイントが全然稼げなかったんですけど、でもね、なんか一気にどんどん上がっていきました。圧かけれるね、すごいね、とは思いましたけれども。まあでも、今回まあこのおかげで結構一気にいったね。まあまあ、このまま、早めにダイヤモンドまで到達できるのでね、まあ、今回こそはもっと上に行きたいなとは思っておりますね。はい。でもなんか、まあ、それ以外ね、現状の報告としては、こっちは、動画撮って以来、ニアピンだけちょっと進めましたけど、他はちょっとまだ進めれてないので、まあ、もうちょっと冷たいなと。まあ、それこそファーストコースがこれ何個あったんだっけ？ラウンド9とかまでなんで、まあ、せめて、マイナス9ぐらいを取りたいなと思っているので、まあ、セカンドも最低マイナス9で、最後イーグルとかだったので、まあ、9、10、11、12ぐらいはね、取れたらいいなと思っております。はい。っていうところと、キャッシュトーナメントがね、めっちゃギリギリで、まあ、一応マイナス8までは行ったんですけど、ニアピンマンなんか最後ちょっとやらかしちゃって、ちゃんとあんまり上まで持っていけなくて、これさ、今回さ、レベル高くない？僕んとこだけですか？今のボールはマイナス7なんですけど。マイナス7です。結構きつくない？ギリギリなんですよね。僕、マイナス8の3でしょ。今僕ね、今、日付前ぐらいなんですけど、これ、あと12時間ぐらいしかないんですけど、これ、いけます？え、これ高くない？え、こんなもんなんかな？めっちゃマイナス8なんだけど、マイナス8だけで、マイナス8だけでさ、32グラムでいくと。え、これ、いける？高くない？みんな。なんでこんな今回高いの？マイナス9ミッポールさ、え、これ、じゃ、マジでさ、これがめっちゃ怖くて。一応、最低限ワーストコース、正直ね、マイナス4いけるとは思ったんですけど、いけなくて。何回、2回目、3回目、あーって言いながら、3回目なんとかギリギリ、とりあえずマイナス3取って、セカンドに関しては、バーディー、イーグル、バーディーか。だったので、じゃ、イーグル、バーディーが、とかなので、まあもうこれ以上僕はもう無理だと思ってるんで。だって、そう、ここはもうパー3なんで、うん、ここイーグル、ラウンド1イーグル、で、ラウンド2イーグル取って、で、ラウンド2がね、もうバーディーもう取っただけなんで、まあそこがね、綺麗に、何ですか？ホールインワンしないと、そもそも、ここはもうマイナス6にはならないので、もうこれが精一杯ですね、僕の中で。精一杯なんで、まあ、上がね、本当はマイナス4いけたんですよ。で、マイナス1ではマイナス9なんで、であれば全体安牌だったんですけど、ここね、ちょっとやらかしてね、ファーストがちょっとやらかして、ニアピンもちょっとやらかしたので、
まあ、ちょっとまたギリギリラインなのでね、白猫の白なんで、なんとかね、これは耐えたい、耐えたいなと思ってますね。今どう？今変わった？変わってないね。はい、なので、まあ、ちょっとここはちょっと僕はギリギリだなと思っていまして、まあ、オープンチャンピオンシップスはまあまあまあ、もうちょっと、まあ3桁取れたらいいねぐらいな感じで思ってはいます。はい。そんなもんですかね。まあ、グループランキングは、だからその全然みんな リタイアするんで、まだ669しか、あれなんで、その結構ね、これ一周、毎日デイリー分ね、3、4回ぐらいしかツアーやってないんで、だからね、結構前ぐらいから連勝してたんで、まあ、あんまり稼げてないんですけど、はい。で、これ、チャコの方5人しかないやん。誰も持ってないから5人しかいないっていうね。っていう話です。他は特に何もありません。はい。まあ、っていうことなんで、まあ、ぜひ、コメント欄では皆さんのマックス連勝数を教えていただきたいという話。はい。で、僕は19連勝でしたよっていう話でした。はい。20行きたかったな。20行きたかった。まあ、ホールイン僕9回か。で、アルバトロス1回。まあ、あれか。オープンチャンピオンシップスで取ったアルバトロスは、あれは含まれてないのかな。ですよね。なんか、キャッシュトーナメントとか、オープンチャンピオンシップス系のね、は、確か含まれなかったよね。含まれないので、あれなんで、含めずにアルバトロス1回か。ホールイン9回。まあ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 、イーグルもまだ190か。言うて大してしてないな。まあ、僕も言うてこれね、まだ、バーディー1025とかでしょ。全然やってないからね。まあ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 。うん。ちょっと、今回はね、結構早めにね、ダイヤモンドまで到達できるので、ちょっともうちょっと上にね、上を目指してやりたいなと思いますね。はい。結構ね、ギリギリにやると、基本的にこのゴールドパスを50まで持って、ゴールドパス100まで持ってきたような方をメインになっちゃって、そこを到達するともうやらなくなっちゃうんですよ。なので、早めに、上げておくことで、ダイヤモンド以降まで上げておくことで、気軽にね、いろんなことがね、もうちょっと上までチャレンジできるのかなと思うので、その辺はね、ちょっとね、今月はもうちょっとハイペースでやっていけたらなと思っております。はい、ということで、終わりたいと思います。明日はキャッシュトーナメント、結果発表もしくは決勝戦かな、ファイナルがありますので、それを上げていきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録と高評価、ツイッターのフォロー、よろしくお願いします。はい、ではおやすみなさい。バイバイ。